ばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、ボンビーオリジナルのキャップをかぶりまして、アウトプットラットのグレンプレイドのジャケット、チャンピオンのスウェット、半袖のスウェットですね、を着まして、ラコステのポロシャツ、リーバイスの517を履いたスタイリングになっております。今回ちょっとお知らせをさせていただきます。この動画を配信しているタイミングで、スタートしていくかどうかはわからないんですけども、アウトオブトラットのオフィシャルのオンラインサイトができます。もしくはできました。なのでなかなかこう近くで買えるお店がないと言われる方は、購入していただけるようになりますので、ぜひチェックしていただければと思います。こうお問い合わせなどがある場合は、アウトオブトラットのインスタグラムの DM で、問い合わせをいただければ、まあ私含め担当者が返信などさせていただきますので、ぜひチェックしていただければと思っております。まあ素晴らしいアイテムばかりだと自負しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回の本題に入りたいと思います。今回はですね、私が行っておりますインスタグラムで9月の私自身が好きなスタイリングというのをご紹介させていただきたいと思います。9月なのでそろそろこう秋めいてきてるというか、まあ、夏とはちょっと違うスタイリングっていうのを選ぼうと思っていたんですけども、なんとなく気になったスタイリングっていうのが、まあ、2つだけ今回ありまして、まあ、それをご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目がこちらになります。これはですね、メガネがオリバーピープルズのメガネをかけまして、この半袖のニットなんですけども、これアルパカのニットになりまして、これがラッパーですね。ラッパーのアルパカのニット、半袖のクルーニットですね。でリーバイスの501のリペアしたタイプのジーンズ、ジャコメッティのグリカサンダルで、ボンビューの赤色のトートバッグを使ったスタイリングになっております。これ割となんか普通な感じがするんですけども、何がいいんだと思われるかもしれないんですが、2点ポイントがありまして、まず1点目がこのニット、これちょっとこう宣伝っぽくなっちゃうんですけども、これボンビューがラッパーにリクエストをして別注で作ってもらっている形になりまして、多分年明け1月2月ぐらいに入荷する予定になっているんですけども、このアルパカのニット、これ今編めるのってラッパーとあとはレマメイヤーだけらしいんです、全世界的に。でラッファに話を持ちかけまして作りました。半袖のニットって、まあ一般的にここ最近いろんなニットメーカーからも出していたり、セレクトショップのオリジナルとかでも出してると思うんですけども、いわゆるニット T シャツのようなもの、ニット地のカットソーみたいなものですね、そういうのって結構出てると思うんですよ。で普通の T シャツに比べるとよりこう上品に見えてっていうのが、まあそのニット T シャツの売りだと思うんですが、そのニットをあえてこうアルパカで作るってい う, こう贅沢さと、あとはそのラインを入れることによって、その贅沢なんですけども、こうスポーティーに見える気軽さも兼ね備えていて、絶妙なアイテムだなと思っています。これはもう少し入るまでに時間かかるんですけども、で以前も大人の方が着るんだったらこんな半袖がいいんじゃないかってお話をさせていただいたように、袖丈を長めにしていて、こう肘が隠れるか隠れないかぐらいの長さまで袖丈を取っている、まあここも一つポイントかなと思っていて、なんかこの首元もちょっとゆるっとしてるんですけども、このゆるっとしてるんですけども、実際こう近くで見るとこうアルパカのこう独特の光沢感と独特のこう肌触りだったり、なんかその見え方がもう本当に絶妙だなと思っていて、それを作りたいなと思っていて、ラッパーにお願いをして制作した、まあこれはサンプルなんですけども、アイテムになります。なんかその上質で上品に見えるアルパカのニットと、このダメージジーンズのこう組み合わせと、もう一つっていうのがこの赤っていうアイテム、こうやっぱ赤ってなかなかこう洋服で取り入れる、例えばジャケットだったりパンツで取り入れる結構難しいと思うんです。まあ私自身は赤色大好きなので、まあいろんな洋服でまあ持ってるんですけども、赤っていうのは、ただ一般的にはやっぱりなかなか難しいなと思われているこの赤っていうのをバッグで持つって、やっぱりその爆発力というか、そのインパクト、ポイントになる加減みたいなのがやっぱりズバ抜けていいなと思っていて、ここまでこう小物で生きてくる色っていうのは赤以外なかなかないんじゃないかなと
こうメンズの洋服ではこう馴染ませるアイテムの一つだと思うんですよ、バッグ。それを赤にすることでこうポイントにするっていう、まあ、逆転の発想だと思うんですけども、まあ、なんかそれがすごくこういいなと。でやっぱこう全身をできるだけこうネイビートーンでまとめた時に赤を刺すっていう、そのポイントになるすべくこのコーディネートっていうのが個人的にはこう絶妙でいいなと思っています。これ多分なんかインスタグラムに上げた時も、まあ別になんかさらっとした大したスタイリングではないんですけど、いいのも結構多くて、やっぱなんかその辺が伝わったのかなという感じがして、とても嬉しく思った記憶があります。なんかさらっとしてる割にはいいねが多くて、なんかそのあたりをこう理解していただいた方が多かったのかなという感じがして、とても嬉しかったスタイリングになります。まあ、とにかくこのラッファ、ぜひ楽しみにしておいてください。アルパカってやっぱり高額なので値段はすごく高いんですけども、物としてはめちゃくちゃいいクオリティになりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。まあ、一つ目のスタイリングはこちらになります。でもう一つがこちらになります。ちょっとイメージ全然違うんですけども、これはこれでまた個人的には好きなスタイリングでして、まずキャップがこの私が今かぶっているボンビオリジナルのキャップで、ジャケットはですね、これめちゃくちゃ珍しいんですけど、これリーバイスなんですよ。70年代60年代ぐらいのリーバイスの、まあ、スポーツジャケットみたいなものを着まして、中に着ているのがこれはビッグヤンクのショートスリーブのシャンブレーシャツで、ボンビューがアスコットに依頼して作ったボーダーのニットタイプ、グリーンのタイプですね。で、パンツがですね、これフランス軍のレディースの、ミリタリーパンツ、結構古いやつですね、多分50年代ぐらいのものです。でジャコメッティのローファーを履いたスタイリングなんですけども、なんかこれかっこよくないですか。なんか色のまとめ方とか、なんかベージュとグリーンと茶色とみたいな、その色の組み合わせもいいですし、シャツをここであえてベージュとかにせずに、こう潔くシャンブレーのブルーにしてるっていうのもなんかいい感じですね。これベージュにしちゃうと多分くすんだ感じ、ぼやっとした感じになってしまうんですけども、これをブルーにしたことでちょっとこうパキッとしてるっていうところもいいなと思っておりますし、あとはジャケットの袖と裾にこうボーダーのラインが入ってるんですけども、まあそことこうボーダーのニットタイのこうリンクの感じもいいですし、実はこれソックスもボーダー、細かいボーダー入ってたりして、なんか実は地味にボーダーを3つ使ってたりするっていうところもなかなか個人的には好きで、誰も気づかない、そしてインスタグラムでは絶対わからないようなすごく地味なこう組み合わせなんですけども、なんかそのあたりの狙っているところが、自分自身が狙っているところがこううまく反映されて、で全体の色合わせもなんか綺麗にまとまりましたし、なんかそういう意味ではすごく好きなスタイリング、なんか割とこう分かりやすいといえば分かりやすい気もするんですよね。こうニットタイのグリーンとパンツのグリーンを合わせているとか、なんかその辺は結構分かりやすいような気はするんですけども、なんかその中でもこの全体のこう空気感というか、なんか色合わせとかサイズ感とか素材感とか、まあ、そういうのを全て含めても結構こう完成度が高いなと思っていて、割と9月の中では好きだなと思ったスタイリングの一つでした。なんかパンツの丈とか、なんかこのブルゾンの丈感、パンツの太さとブルゾンのリラックスしたボリューム感とか、まあなんかそのあたりのバランス感がとてもいいなと思っているスタイリングになります。はい、9月度私が好きなスタイリングはこんな感じになりました。10月はそろそろやっぱりもうジャケットとかをどんどん着てる時期になりますので、もうちょっと楽しいスタイリングが増えるような気がしますので、また来月も楽しみにしていただければと思います。それでは、今回のタクミクロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。